一週間前の話。娘を連れてドライブに行った。なんてことない山道を進んで行って、途中のドライブインで飯食って。で、娘を脅かそうと思って、舗装されてない脇道に入り込んだ。娘の静止が逆に面白くって、どんどん進んで行ったんだ。そしたら、急にエンジンが止まってしまった。山奥だから携帯もつながらないし、車の知識もないから、娘と途方に暮れてしまった。飯食ったドライブインも、歩いたら何時間かかるか。で、しょうがないからその日は車中泊して、次の日の朝から歩いてドライブインに行くことにしたんだ。車内で寒さをしのいでるうち、夜になった。夜の山って何も音がしないのな。たまに風が吹いて木がざわざわ言うぐらいで。で、どんどん時間が過ぎてって、娘は助手席で寝てしまった。俺も寝るかと思って目を閉じてたら、何か聞こえてきた。今思い出しても気味悪い。声だか音だかわからん感じで。てん、そう、別。って何度も繰り返してるんだ。最初は聞き間違いだと思い込もうとして、目を閉じたままにしてたんだけど、音がどんどん近づいてきてる気がして、たまらなくなって目を開けたんだ。そしたら、白いのっぺりした何かが、めちゃくちゃな動きをしながら、車に近づいてくるのが見えた。形は、ウルトラマンのジャミラみたいな、頭がないシルエットで、足は一本に見えた。そいつが、例えるなら、ケンケンしながら、両手をめちゃくちゃに振り回して、体全体をブレさせながら向かってくる。めちゃくちゃ怖くて叫びそうになったけど、なぜかその時は隣で寝てる娘が起きないようにって変なとこに気が回って、叫ぶことも逃げることもできないでいた。そいつはどんどん車に近づいてきたんだけど、どうも車の脇を通り過ぎていくようだった。通り過ぎる間も、てん、そう、めつ、って音が、ずっと聞こえてた。音が遠ざかっていって、後ろを振り返っても、そいつの姿が見えなかったから、ほっとして、娘の方を向き直ったら、そいつが助手席の窓の外にいた。近くで見たら、頭がないと思ってたのに、胸のあたりに顔がついてる。思い出したくもない、恐ろしい顔でニタニタ笑ってる。俺は、怖いを通り越して、娘に近づかれたって、怒りが湧いてきて、この野郎、って叫んだんだ。叫んだ途端、そいつは消えて、娘が跳ね起きた。俺の怒鳴り声にびっくりして起きたのかと思って、娘に謝ろうと思ったら、娘が、ってブツブツ言ってる。やばいと思って、なんとかこの場を離れようと、エンジンをダメ元でかけてみた。そしたらかかった。急いできた道を戻っていった。娘は隣で、まだつぶやいている。早く、人がいるとこに行きたくて、車を飛ばした。ようやく街の明かりが見えてきて、ちょっと安心したが、娘のつぶやきが、入れた入れた、から、てん、そう、めつ、に、いつの間にか変わってて、顔も、娘の顔じゃないみたいになってた。家に帰るにも、娘がこんな状態じゃ、って思って、目についた寺に駆け込んだ。夜中だったが、寺の隣の住職が住んでるとこには明かりがついてて、娘を引きずりながらチャイムを押した。住職らしき人が出てきて、娘を見るなり、俺に向かって、何をやった?って言ってきた。山に入って、変な奴を見たことを言うと、残念そうな顔をして、
気休めにしかならないだろうが、と言いながらお経をあげて、娘の肩と背中をバンバン叩き出した。住職が、止まってけと言うので、娘が心配だったこともあって、止めてもらうことにした。娘は山の毛に疲れたらしく、四十九日経っても、この状態が続くなら、一生このまま、正気に戻ることはないらしい。住職は、そうならないように、娘を預かって、なんとか山の毛を追い出す努力はしてみる、と言ってくれた。妻にも、俺と住職から電話して、なんとか信じてもらった。住職がいるには、あのまま家に帰っていたら、妻にも山の毛がついてしまっただろうと、山の毛は女につくらしく、完全に山の毛を抜くまでは、妻も娘に会えないらしい。一週間経ったが、娘はまだ住職のとこにいる。毎日、様子を見に行ってるが、もう、娘じゃないみたいだ。ニタニタ笑って、何とも言えない目つきで俺を見てくる。早く元の娘に戻ってほしい。遊び半分で、山には行くな。